GC カニロストリスオーサボテンフィンチは、風近調化の鳥類の一種であり、ダーウィンフィンチ類に分類される。エクアドルのガラパゴス諸島における固有種であり、エスパニョラ島、ダーウィン島、ウォルフ島、ヘノベサ島に限られる。やや暗色の鳥であるオーサボテンフィンチは、より小さくて、細いくちばしのサボテンフィンチに似るが、いずれの島にも両種が共に生息することはない。 全長1 5トル体重2 8ム成長のオスは全身黒色で、舌をずつに白斑がある。メスおよび若鳥は暗化色、または暗灰色で、亀にはタンパク色の島があるが、他のガラパゴスピンチ属女スプイザのどの鳥よりも暗色である。生息地は乾燥低木地であり、地上で普通に見られる。 主なエッサはオプンティア族のサボテンである。エスパニョラ島のオスエスパニョラ島のメスサアッシュに分けられる。オオサボテンフィンチのアッシュ間には顕著な違いがある。エスパニョラ島の GC カニロストリスは残る3つの島の GC ダーウィニーや GC プリッピングクアよりかなり大きなくちばしを持つ。ありがとうございます。